暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう私の母はねあの私たち女の子3人兄弟なんですけれどもあと2人は男なんですけれども女の子には特にね 白かご飯多めに炊けよっていうのが口癖でした。というのは私の育った昭和20年代30年代にはまだ白いご飯を十分に食べられない人たちが五島列島にいましてね訪ねてくるんですよね。で母はもう誰が来ても「はあはやがんな晴れやがんな晴れ」晴れってもう10年来の友達かのように上上がるんですねあげるんですね。そしてべべな晴れ早食べな晴晴れれ 腹が破るぐらい食べなはれ」って言って白いご飯に、まあおにあの横にお漬物やら佃煮やらそういうものを置いて「食べなはれ食べなはれ」言ってでまあ大鍋にいつもいっぱい鬼しめなんか炊くんですけれどもそれがない時には佃煮とかそういう粗末なおかずなんですけれどもでもご飯だけはもうたっぷり炊いて「食べなはれ食べなはれ」食べなはれって言って食べさせてました。 で母は和裁をしてね家計を助けてたんですけれども和裁の縫い賃が入りますとねまず米屋に走っていって米を配達してもらうんですねそして住むとこにあった米びつ黒い米びつでしたけれどもそれに一頭入るんですけれどもそれにいっぱい米を買って入れるんです。でその時母が「母こげん米がある時に誰か狩りにこんもんかよ狩りにこんもんかよ」って言うんですよ。そしたら どどこでどうして母のの声を聞いたのかすんません米ばかしてくだされっていう人があるんですよそしたらそれが何件か続くで夜になってくると結局3分の1ぐらいしか残ってないんですね米がねそれでも母は「催促なしのある時払いでおかけん」って言ってで返してもらおうがもらおうないがそういうことはもうすごく平気なんですね。でマザーテレサの本を読んでますと あるヒンズー教の家族の人がご飯を食べてないっていうことをなんかマザー・テレサのところにね男の方が知らせに来るらしいんです。でマザー・テレサがその家族の人数を聞いて人数分のお米を持っていきますとそのお米を持っていきましたらすぐに半分に分けてねお隣に走るんですってで「あなたは何をなさってたんです?」って言ったらお隣もね 子たくさんなのにご飯を食べてないんですって、だから半分分けたんですって、本当になけなしのお米を半分分けたらしいんですね。なんかそれを読んだ時に、私はやっぱり自分の母を思い出すに折れなかったんですね。自分のところも子供たくさん、五人もあるし、それからたくさんの食客もあるのに、自分のところに米が余分にあると持っていかずにはいられない、その母の気持ちを思い出したわけなんです。 うちの家は福江島の中心地にありましてね福江市新江町836番地が私の生まれた家なんですけどねもう火事で焼けてしまって福江田が焼けてしまっても今あの家はないんですけれどもそこにみんなぜかといえばうちの家は港から10分それから周りに銀行も郵便局も病院も全部ありましてね だからみんなうちの家を中心にして買い物に行って帰ってきたりあるいはお見舞いに行って帰ってきたり介護の人はうちの家から介護に通うんですねで、うちの家がまあキッチン宿みたいな感じで皆さんが利用してたわけなんですでもうちの家は無鎮宿なんですそれでも誰かが何か持ってきてくださるんですね米を持ってくる人あるいは 五島は周りが全部海ですから魚を持ってくる人野菜を持ってくる人海たての卵を持ってくれる人,持ってくる人それから柏を持ってくる人いろんな人がいろんなもを持ち寄ってで母がそれを料理をして皆さんにあの振る舞うわけなんですね。でも持ってこられない人はなんか隅っこの方でもぞもぞと気の毒そうにしてるんです。で母があんたはさって 面白く話しば持ってきたけんよかじゃんって言うんですね結局情報を持ってきたからいいっていうことなんです今風に言えばそしてもう一人の人が俺俺は面白く話もできんしどうやったらよかじゃろかっていういう人があるとうちん子どんが五人おるじゃろってうちん子どんのよかとこば見つけて褒めてくれろって言うんですねせやから私たちはもうどんなに褒められて大きくなったことかだから私はもう 世界で一番自分が可愛いって思って大きくなりましたみんながみちょかみちょかご答弁で可愛いことみちょかって言うんですけどみちょかねみちょかねって言うてくれるからもう嬉しくて嬉しくてそういうふうにして育ったわけなんですね。でもそれでも持ってこれない人いるでしょそしたらどうしたかって言いますと母がちょうどシワができ始めた頃でしょうね40代の後半かそれぐらいだと思うんですけど私にシワがさ みんなが一本なり二本なり持って帰ってくれろって言うんですよそしたらそれなりにねうまくいくじゃんっていうふうに言うんですほんで、その人たちが集まるとねもう飲めや歌への大騒ぎになるんですよで明日が中間テスト期末テストという時には本当に嫌なんですよところが一つ本当にいいことがありましたそれが私たちのコムイル歌ではなかったのかなというふうに思うんですけれども みんなでご飯食べて騒いで,でそれから夜眠る時になりますと私たちの寝てる部屋に聞こえてくるんです。人間ちよかもんんじゃね言してさみんな集まってご飯ば食べれててよかねってこういうふうに言うんですよ。そしたらもう一人のおじさんが「生きちょるってよかもんじゃね」って「死んで花見は逆もん」って公言して生きちょるおかげでさ。 みんなで言しててててねねね集まっっっよかねって言って、ね「恵まれないおじさんおばさんなのに人間ちよかもんじゃね」って「こ言してみんなで集まって歌って踊ってさいっぱいしゃべりもできてよかね」って言うんですね。ほんで今度「生きちょるってよかもんじゃね」「死んでも死んだら花見は盛んもん」っていうふうに言うんですよ。でみんながね生きてること それから人間に生まれたことに対して全肯定をしてね本当にそれに感謝して暮らししてているわけなんですそしてねうちの母がねいつも言ってたのは「もうどうせ迎えた客ならねニコニコ迎えてそしてニコニコと送り出さんばよ」って言ってたんですそして「人の婚家はいなかったよ」と「人の集まる家の方が楽しくてよかったよ」っていうふうに言ってたんです。 例えばのお祝い日例えば復活祭とかあるいは聖母師匠祭とかクリスマスとかいう時にはちょっとごちそうするんですね五島でも精一杯ごちそうするその時に誰かがやってくるでしょそしたらあまりのごちそうに普段だったらその白いご飯とお漬物とかその程度なのにすごいごちそうなので遠慮して「もう私はかえあの帰るけん」っていう人があると「何の何の」ってあんた足音がさ 3日前から聞こえとったじゃねって本当に聞こえてたかどうか知らないですけど私の母はすごいトンチのいい人でしたからいつもそういうふうに言ってその人が遠慮しないよように上へ上げるんですよそれは本当に今私が考えてもね母っていう人はやっぱりなんて言ったらいいんかなうまく言葉で表現できないんですけれども。 まあ、素晴らしいって言ったら、いいんかな、人だったなあっていうふうに思うんです。普通。人が突然来まして、ああ、ちょっとご飯が足らんなとか、あるいは。布団が足らんかもわからんねとか、いろんなそういう、その不如意なことも頭の中をよぎるでしょうけれども。全くそういうものが母にはないんですよ。もう。みんなでね。上と下から足突っ込んで寝てもよかっていうふうな、そういう楽天的な人なんですね。お客さんだから。 ちゃんとした布団にふかふかとして一人寝かせなければいけないとかじゃなくてもうそんな時にあいみ見たがいみんなで分け合って寝たらよかって分け合って食べたらよかっていう考えでみんなをいつ来てももう騒がんっっって言って飲みなはれ言って言言すするんですね今私は現在64歳なんですけどその64歳の今になって思うと。 ななんんんて太っっ人だったんだたろううううというふうに思うんです母は自分のことを「太っ腹」っていつも言ってました「お米がいくらでお酒がいくらで果物がいくらで」っていう計算はしとったら「とてもじゃなかばってん人のシェアはできんと」って人のシェアばするときには太っ腹になってもうそれこそもう全然計算はせんと。 人の幸せ千葉いなかったちま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 計算ばする人間はすかんっていうのがうちの母の,あの口癖でした。今ねスーパー行きますと1 0ログ3 0 0 0円ぐらいでお米が売ってるんですよねそんなに貴重品でもなくなったで今人が来たからって言って白いご飯にお漬物や佃煮出しても喜ぶ人はいないと思うんですけれどもでもそれはたまたま白いご飯に象徴されてるだけで。 誰かお客さんがやってきたら家にあるものでもう精一杯の接待をしなさいっていう母の教えではなかったかなっていうふうに私は思うわけなんですね。だから白いいいご飯を見ると、ね、いつも母思い出すんですでそれと白いご飯は珍しくなくてもおにぎりはいまだに皆珍しがありますのでね私は今残ったご飯がありますと熱いうちにもう。 かつお節入れたり鮭入れたりそれからしじみあさりの佃煮入れたりして私おにぎりを握るのが好きなんですよ。おにぎりはだいたい30回はあの握りますからその握ってるうちに腹が立ったりとかいろんなつらいことがあったりした時でもなんかおにぎりを握ってると無心になってねあのそんなこと忘れてしまいますね。でですので母は 子どもたちに白いご飯を多めにって教えましていまだに私と僕3人家族なんですけれどそれでももう5人も6人も食べられるぐらいいつも炊くんですけれどもそのお米を炊くっていうことを通じてね母がいろんなことを私たちに教えてくれたんじゃないかなっていうふうに思って感謝の気持ちでいっぱいになります。 「五つのパンと二匹の魚をとり裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた」「すべての人が満腹した」「ルカ九章十六節から十七節」